くだら川成は、平安時代初期の貴族、画家。姿勢はあまりのつくだらあそん。くだらの第二十八代国王である慶応の光栄で、余事前のことする系図がある。官位は、十五位下、秋助。大道三年に、左この絵に任ぜられるが、絵画に優れていたことから宮中に召し出された。公認十四年未まさ県少なめ。人氏明朝諸島の天朝十年外。 十五位下に除せられると、上和年間に、備中助、張松助、秋助を務めるなど地方官を歴任した。この間、上和七年に兄、福成らと共に合わせて三人が、くだらあそんせいの賜物、もの、えを受け、上和十二年には、内くらいの十五位下に除せられている。忍寿三年八月二十四日即去。去年十二。最終官位は三位。 十五位下。個人名の残っている最初の画家で平安時代予測画の出発点とされる人物。名人として伝説は多いが、絵画作品は残っていない。描いた肖像画は本人にそっくりで、山川草木は生命でまるで生きているようであったという。天造影も手掛け、佐賀院の造影に際しては、御堂の壁の絵を描くとともに、滝殿の石組も作り上げたという。 この滝殿は、名古屋滝と呼ばれたが、水は平安時代中期に枯れ、石組みだけが残った。後、1922年に大沢地区名古屋の滝跡の名称で、国の名称に指定され、1994年から行われた発掘調査で、中世の槍水が発見され、1999年に復元が完了している。また、武芸に長寿よく、号泣も引いた。 六国史による、ありがとうございます。